二郎物語第1部8水泳翌日俊介は早めに昼食を済ますと恭一と二郎を連れて大川に行ったちょうど干潮時で暗褐色のさすが晴れ渡った青空の下に広々と現れていた3人はやかましく義桐の鳴いている足間をくぐってさすに出た そしてしばらくしじみを拾ったり、穴を掘ったりして遊んだ。次郎はのびのびした気分になって、砂の上に大の字なりに寝た。暖かい砂の底から染み出てくる水の感触が、何とも言えない良い気持ちである。キラキラと光って目の上を飛んでいくトンボまでが、今日は珍しい世界のもののように思える。彼はうっとりとなって、一身に青空を見つめた。 するとそこにぼーっと黒ずんだ小さな影のようなものがあらわれたおたまじゃくしの格好をしているそれがスーッと空をうごいてはどこかで消える目をすえるとまたあらわれる彼は幾度となくその影を追った追っているうちにいつの間にか夢のようにおつるの顔が浮き出してきた彼は目をつぶったするとおはまお金 観察と次から次へ交番室の暗い部屋で親しんだ人たちの顔が思い出されてきた。彼は甘いような悲しいような気分にすっかり浸りきって、そばに父や兄がいることさえ忘れてしまった。さあ、これから泳ぐんだ。俊介は立ち上がって砂の上に四股を踏んだ。今日一はもう随分泳げるだろうね。まだ少しだよ。 父さんが見てやる。泳いでごらん。京一は用心深そうにそろそろ深みに入っていった。そして水が乳首のあたりまで来たところで彼は浅い方に向かってほんの一軒ばかり犬かきをやってみせた。二郎は熱心にそれを見つめていた。うん、だいぶ上手にやった。さ今度は二郎だ。二郎は、 父の顔と水を見比べながらちょっと尻込みした大丈夫だ父さんが抱いてやる俊介は自分の両腕の上に二郎を腹ばいさせてぐいぐいと深みに連れて行った恐怖と安心とかごっちゃになって二郎の心を支配したええかそれ足をしっかり動かすんだ手だけじゃいかんうんそうそう <laughs> そう、頭をもたけちゃダメだ。ちっとぐらい水を飲んだって死にません。俊介はめっちゃくちゃに跳ね上がる飛沫を顔をいっぱいに浴びながら、そろそろと二郎の体を前進させてやった。二郎は一生懸命だった。そして非常に愉快でもあった。しかし、その愉快さは長くは続かなかった。それは俊介が出し抜けに、 彼の両手を二郎の腹から外してしまったからである。二郎ははっと思った瞬間に顔を空に向けたが、もう間に合わなかった。彼はガブリと水を飲んだ。鼻の奥から頭の芯にかけて、酸っぱいものが染み込むような痛みを感じた。それからあと、彼は全く死に物狂いだった。しかし、その死に物狂いは、ほんの一秒か二秒で済んだ。 そこは彼の腰のあたりまでしかない深さのところで、彼はすぐ一人で立ち上がることができたからである。はははは。苦しかったか俊介がすぐ後ろで大きく笑った。二郎は声を上げて泣きたかったが、父の笑い声を聞くと泣けなくなった。で、ゲーゲー水を吐き出したり、鼻汁をこすったりして、しばらくごまかしていた。 沈むと思った時に口を開いて顔を上げたりしちゃいかん。思い切って息を止めて潜るんだ。ええかしろ。ほら父さんがやってみせる。俊介は顔を水に突っ込んで、そのデブデブした真っ白な体をカエルのように浮かしてみせた。<laughs> どうだいと彼は顔を上げて、それを両手でつるりと撫でながら、じっとしていりゃ一人でに浮くだろう浮いたら、 今度は手足を動かしてみるんだ。顔を上げるのは一等おしまいだよ。どうだい、もう一度やってみるか。次郎はさすがにすぐうんとは言わなかった。そして父から五六間も離れたごく浅いところに行って、一人でしきりに顔を水に突っ込み始めた。俊輔は砂に腰をおろしてニコニコ笑いながらそれを眺めていた。最初の間。 二郎の息は3秒とは続かなかったがだんだんやっているうちにそれが5秒となり7秒となりとうとう10秒ぐらいまで続くようになった父さん僕一人でやってみるから見ていてよそう言って彼はへそぐらいの深さのところまで行くとカエルのように獅子を広げて体を浮かす工夫をしたむろん父ほどはうまくゆかなかったが 23回でどうなり浮くだけの自信はできたらしかったそれからあと彼はしきりに手足を動かしたり顔を水面に上げたりする工夫をやりだした俊介は背中が真っ赤に焼けるのも忘れて3040分間ほどもそれを見守っていた次郎はしかし結局顔を上げて泳げるまでにはなれなかったそれでも顔を浸したままだと 一息に2軒近くも進めるようになった「次郎もうよせ今日はそれでいいこの次にはきっと恭一よりうまく泳げるぞ俊介は二郎のものすごい粘りに少なからず驚きながらそう言って彼を制した次郎はよすのがいささか不平だったしかし父が恭一を連れてさっさと土手の方へ歩きだしたのを見ると 彼も仕方なしにその後に着いた夕方の食卓には珍しく家中の顔がそろったいつもは離れに禅を運ばせることにしている老夫婦までが久々でこちらに出かけてきたこの二人に俊介夫婦子供三人それにおいとばあさんと直樹町を合わせて都合九人が風通しのいい茶の間に集まってにぎやかに食事を始めた 食事中には俊介は今日の二郎の水泳ぶりを大げさに吹いちょうしたそして最後に今日のようだと二郎は何をやっても人に負けるこっちゃないそう言って愉快そうに二郎を帰り見た二郎は話の途中からすっかり興奮しながらもみんなのそれに対する受け答えがどんなふうだか知りたかった彼は魚の骨をしゃぶりながら四十盗むようにみんなの顔を見回していた しかし彼は、予きに反して、誰からも彼の満足するような言葉を聞くことができなかった。おじいさんは、初めから終わりまで無表情な顔をして、おうほうと言っているだけだった。おばあさんは絶えず何か他の話をしかけては、みんなの注意をかき乱した。おたみは最後まで熱心に耳を傾けてはいたが、話が進むにつれて、むしろ不機嫌な顔つきになった。 直吉は二郎が水を飲んだ話のところで吹き出した霧りだったただ老いとばあさんだけが「まあ二郎ちゃんお偉いですね」と言ったしかしそれも二郎の耳にはほんの口先だけ亮介に相づちを打ったものとしか聞こえなかった夕飯が済むと間もなく俊介は町に帰る支度を始めた二郎は妙に心が落ち着かなかった で、すぐ表に飛び出して、父が出てくるのを三、四丁先の曲がり角にしゃがんで待っていた。日がちょうど落ちたばかりで、道はまだ十分に明るかった。父の自転車がごとごと砂利道を転がってくるのを見ると、彼は立ち上がって、父ちゃんと叫んだ。なんだ、お前こんなところにいたのか。俊介は自転車を降りて、二郎の頭を無造作に撫でながら、 もう六つ寝るとまた帰ってくる一人で大川に行くんじゃないぞ父ちゃんが連れてってやるからな二郎はここで父を待っていたのが無駄ではなかったような気がしてうれしかったそして父が再び自転車に乗って走っていく姿を立ったまま長いこと見つめていた